両チームの入場です。ホームの北九州、前川落として藤川、そして逆サイド上がっていく内谷壮、そしてここで PK です。藤谷壮が倒されました。このシーンです。前川が縦に入れたボール、岐阜の選手が触りました。少しボールが遅れたところ、藤谷壮進入していきました。宇賀神のこのプレー、前川が決めました。今シーズン初ゴールはチームにとって4試合連続の先制点。前川がこの PK を決めました。大野もコースは反応していました。しかししっかり吉浜、どこに出すか、柔らかいボールを田中純也、しかしすぐさま同点に追いつきました。岐阜侵入していく乾です。そしてここで PK、 乾のオーバーラップからのエリア内の侵入。このシーンは股を抜いた武坂、そして侵入していった乾、10番の庄司のファール。止めるか前川、止めるか大野、止めた、大野ジョルファを止めました。前川大が PK 失敗。北九州逃しました。ピンチしのいだ FC 岐阜、まだしかしコーナーキック、前川が預けてクロスボール、ヘディング決まった、見事なヘディング。長いボール入れる前線へ、ここで長いホイッスル、試合が終わりました。2-1、ホームゲラバンツ北九州岐阜を破りました。